目の涙で刀が刀があだ名となって会津虎徹と人が呼ぶ祇園島原が下熊地狂わがす目が自慢で生やす歌の文句に聞き耳立てりゃ会津よいとん小判大さんにだあかがれ金と男を生み出すところ身分に今度部屋には虎徹薩摩嵐が不幸と名前を男血しぶき鴨川千鳥泣けば虎徹の唾が鳴ると流行り歌にと歌われました金星狂格会津虎徹の売り出しをこれ持ち回して不便探査事実明らかがな説明もならないでれど学びましてのお粗末だあきよあくせなあがらもうかないましょう。これ文治さんじゃないか。わしじゃ、米屋の藤兵衛じゃ。ああ、久しぶりに。おお、どこへ行ってきたんか知らんが、元気そうな顔して。いやいや、あんたのうちはここじゃがな、私のうちは一軒隣。まあ、あんた自分のうちへ先に入るが当たり前じゃが、その前、まあまあ、ちょっと私のうちへ来ておくれ。米屋藤兵衛が文治を連れて自分の家の奥座敷。長いこと会わなんだが、文治さんどこへ行ってた。何？おう、おう。丹波丹後田島で3年暮らして、ああそうかそうか。で久しぶりに帰ってきたあんたにこんなことを言うのは酷な話だが、
これは例え話で聞いておくれ。3年間あんたは旅へ出て、おかみさんに一文の仕送りもしていない。女が一人で仕送りなしじゃとてもじゃないが暮らしちゃいけん。3年の間にあんたのおかみさんが他に男をこしらえていたら、あんた一体どうしなさる？これだけ言われたらまさか文治もバカではない。そうでございますか。わかりました。女が一人で3年間とてもじゃねえがやっちゃいけねえ。他に男ができたって文句の言えた筋合いじゃございません。とっつぁんにご心配かけて申し訳ございません。なあに、あしも男だ、諦めております。だが未練で聞くんじゃございませんが、あしのようなヤクザと一緒になっていた女房の子よし、今の男もまんざら堅気じゃござんすめが、一体名前は何てますんで？そうじゃな、なんとか言うとったの今の男は。おお、そうそう、何でもガリのデボタケとか言うとったぞ。あ、ガリのデボタケ。デボタケといや、とっつぁん佐渡島を破って逃げてきた、あらこれだぜ。とんでもねえもんと一緒になったもんだ。だが言えん消えんだ、そんなことは俺の知ったこっちゃねえ。まあ、とっつぁんご心配かけて申し訳ございませんが、ちょっと川屋を貸していただきとうございます。川屋を貸してくれと立ち上がった文治。縁側へ出てきた、用を済まして手洗いで手を洗いながら、ひょっと見ると垣根越し一軒置いて斜めに隣の我が家の縁先が見えた。懐かしいな、今から4年前まじゃあの家で可愛い小吉と新女体。身から出たサビとは言いながら、はかない都政だなと。考え無料でじっと我が家の縁側を見ていたら、漫画良いのか悪いのか、がらりっと障子が開いて縁先へ出てきたのが女房の小吉。おめえは、おめえはと声をかけた時、ひょっと文治の顔を見て女房の小吉が、あれ怖いと言ってぷしゃりっと障子を閉めた。その一言がガッときた。なんだと、久しぶりに俺の面を見て怖いた。3年他国で苦労して一文の仕送りもしてねえからと、ぐっとこらえる俺の気持ちもわからねえで、怖いなどとはよく抜かしやがった。カッと怒った文治、思わず知らず懐へ手が入った。くすんゴムの鞘を払った、話のまんま飛び降りた。米屋東米の垣根を破った、ダッダダダダダダ、我が家の裏縁から飛び上がってガラリッと障子を上げた時には、足元へバーッと火鉢が飛んできた。危ない、体をかわそうとした時につまずいてバーッとこけた。カメ野郎、5、6人の若いやつが寄ってたがって殴りつけた。おい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 、こら、おなら一体どこでやっちゃい、こら、人のうちでそんな物騒なもん持って飛んできやがって、このアホンだら、ここ一体誰のうちやと思っとんのじゃい。今京都で売り出しの大名探会津の小鉄の子分で、ガリのデブタケのうちと知ってきやがったのかい、このガキは。おう、たまねえからやってしまえ。痛いと根を上げるまで殴っちまえ。ヤクザが痛いと根を上げたら、明日から飯の食い上げだ。痛い手までやれ。ガッテンだと若いやつが寄ってたかってぶつける殴る。もとゆい切れてサンバラ髪、右の目の上は紫色に腫れ上がった。前歯が2本へし折れた。それでも痛いと根を上げない、強情な野郎だな。おう、どうがねえ、こうなったら文治、てめえも命は俺がもらうと。とすぐつかんだその時に、表の方へ、米屋東米の中心で、大きな男が若い四五六人連れて、ダダ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 ダ飛び込んできた。どすをつかんだデボタケの横っ面、バチッ、一つ殴ってやいたげ。しばらく見ねえうちにいい男になったじゃねえか。俺が見ている前で文治の体に指一本でも咲いてみろ。てめえの命は俺がもらうと。ドスをつかんでデボタケをぐっと睨んだこの人は、3年前の命の親、小鉄の子分、親分勝りと言われたる。これがいろはの幸太郎。
おめえも悪いぞ、考えてみろ。おめえの女房とデボタケが真男をしたと聞いたとき、虎徹親分腹を立て叩っ切るぞと言われたが、それじゃ文字がかわいそう。おめえが旅から戻ったなら手ずから打たしてやろうじゃないか。それまでデボタケ逃がさんよと、わざと会津の杯やって今日までつないでおったもの、旅から戻ってきたなれば自分の家へ戻る前に、なぜ親分元へ顔ば出さん。道を間違えやの分に、こんな姿にならなきゃならん。俺はこれから親分虎徹に話してくる。いろは幸太郎表出る。あとへ残った若い衆が文治の体をどこいしょと背中に乗せてぞ出てきたのは、その頃京都の当時にある外科の専門渡辺の先生、元へ担いでくればかぶりふりふり渡辺先生、手当てするには及ばない。早くて3日遅くて5日、熱が出たならそれまでと。最後投げられて若い衆が仕方がないからまた文治を担いでデボタケの家へ戻ってきたが、もう誰もいない。布団を敷いて文治をそっと布団の上に、兄貴、お前にもしものことがあったらえらいこっちゃからな、後で親分にえらい叱られるから、あいはちょっと親分とも知らせてくるわな。どこも行かんといてや。バカなやつがあるもので、誰か一人若いやつが残りゃいいんですが、あまり文治の形相がすごいから4人揃って表へ出た。後へ残って男前の文治、かなわぬ体を動かして探ってみたら、3年間働いて貯めたお金の30両と石田の親分に選別にもらった200両を最前ここで殴られた時、誰が取ったか抜いたのか、胴巻きぐるみ影もない。3年他国で苦労して帰ってくりゃ女房は取られ、こんな体に殴られてまだその上に金まで取れ。最前先生がおっしゃった、早けら3日遅くて5日、熱が出たならそれまでとおっしゃったが、同じ命がねえのならこんなところで死ぬな、嫌だ。7つの時から俺を育ててくれたところ伏見は大手前に宅を構えた一筆とっさんに会って別れがして死にたいと。かなわぬ体で分岐生えずりながら上がり口、ひょっと見るなら誰が置いたか忘れたか、一目についた竹の杖、それにすがって転げるように表に出たが、冷え下ろしが肌を刺す。心ばかりはせれども手足の目星割られた体、杖をつくにも力がいらん。バッタリ倒れて悔し泣き、
途端に向こうの方よりも空籠担いだ二割が、おどこへ行くのか知らないけれど、そんな体で歩けるものか困った時はお互いが遠慮ないかお乗りなさい、分岐をかごへと乗せ込んでやってきたのは、ここは伏見の手前、今から五年前までは全国かけて身内ばかりが2000人、互いにつけげた男じゃけれど、時代の流れで是非もなく五年前にと隠居して子分、一度は水坂好き、今じゃ60のおばあさんと浮世を忍んだ割り住まい、本名野田の長五郎通り、名前が一筆さんの表に軍事の籠がつく、お客さんだせ、声かけられて一筆が、今日この頃訪ねてくれる人のないが一体誰が訪ねてきたと表へ出てひょっと見た、文字じゃねえか、なんて姿で帰ってきやがった、この極道野郎め、長い間顔を見せないで、たまに帰ってきたらこの姿、誰にやられたんだ、誰にやられたんだ、文字、すまねえ、わけはこうこうこういうわけだ、すまねえが老銀を少し貸してくれ、俺はこの籠ですぐに高野山へ突っ走る、一生懸命仏にすがってせめて片腕が動くようになったら、俺は京都へ戻ってきて、でもだけの野郎と小吉の野郎を叩き切らなきゃ俺は胸が収まらねえ、もうこれだけ殴られたら4年前に受けたご恩は帳消しだ、とっつぁん、路銀を少し貸してくれ、文治、極道しとるが己は性根が一本通っとるわい、それでこそこの一筆のせがれじゃ、よい歌、ちょっと待っとれ、ばあさん、いくらあるか知らんが家にあるだけの金を全部持ってこい、さあ文治、これが有金全部じゃ、これをお前にやるから、今からすぐに荒野へ登れ、一生懸命おすがりして片腕一本動くようになったら、その時は急いで帰ってこい、おい先短いこの一筆、お前と二人で虎鉄を相手に一花咲かそうの文字と、言われて文字は籠の中、許してくださいとっつぁんへ、七つの年から今日が日まで育ててもらって、何一つご恩返しもせんままに、こんな姿が になりました、どうか許しておくんなさいと心で詫びて、籠の中、籠屋さん、怪我人じゃでゆっくりやっておくれよ、文治、気をつけていくんだぞ、お願いします籠屋さん、おっと北さん、あのガテンだと、籠屋二人は腰入れる、そっと静かに担ぎ上げ、
んそれじゃ相棒静かなに行こう。あお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 遠ざかり行くその彼女じっと見送る一筆は文字はよ元気になって帰ってこいよ。どうか文字が治るよと祈る神様仏様なんでその世が狙われるか泣いて明かした来る朝表を激しく叩く音。とっつぁんとっつぁん誰であろうと一筆ががらり雨戸を開けるなら元は一筆飛ぶんだが五年前には水杯月ほどとからぬ橋本に宅を構えて売り出したがところ名前が通り名で橋本の金五郎。とっつぁん、おはようございます。ゆうべ文治の兄弟が。何？文治がどうしたい？文治がどうしたんだ？俺の家へと籠つけてこれ見てくれよ金五郎よ。何の因果か知らんけど人の嫌がる御病にかかり荒野へ登って治してもらおうとようやくここまで来たけれど今晩一晩止めてくれと言うでおいらがお安いのよと奥の人前にとこのべて休ましやがるながら真夜中時激しく俺の名を呼ぶで何だろうとそばへおりゃ人の中から手を出して兄弟黙っていたけれどおいら体は病気やない。人に聞かれて面目ないからわざと隠していたけれどわけはこうこうこういうわけこうやえ登るとここまで来たが自分の体は自分がわかる。今晩一晩もたんだろうわしが今はに頼みがある。俺が死んだら死骸をば一筆とっつぁん元へ担いでいっとくれ。とっつぁんおいらの死骸を見たなら己に悔いはあいつの虎徹虎徹が殺したわけではないが子分の粗相は親分手落ち泣く子は親の受け取りだ。虎徹を相手に文字の方一とっつぁん必ず行くであろうけれど必ず必ず生かしてくれな。相手虎徹は日の出の勢いとっつぁん六十過ぎたにもとても勝てないこの喧嘩不幸なせがれであがったけど持たぬ返しと諦めていついつまでもご寿命を保ちくださる。
るよと最後に文字が言うていたと忘れんいいように伝えておくれ兄弟騙してすまなんだと熱い涙を払ったからからとこうして文字はこっついに帰らぬ人となる夜が明けるのを待ちかねて若い野郎に担がしてきたあれ見ておくれあれやあれやあれといたの上は文字のしないと指さすやつを一目眺めて一筆は何で身も世もたまるべく我を忘れて飛びついた無事無事無事よ無事よ今日はこれだけもったらしい見目な死に方したものよ昨日おめえが開けたあれが別れであったのかそれなら別れのしようもあったの悔しかったろうねんだろうきっと仇は打ってやると広い世間を訪ねても親を思わぬ子はあるけれど我が子を思わぬ親はない何の因果か親としてバカや極道をのが殺したわけではないがでもだけあいつは虎徹の身内話をするには虎徹が相手ばあさんあれを持ってこいと言われてばあさん年はとっても歯は抜けててもさすがそれしゃがの女房なら愛と答えてよちよちよちとタンスのそばへと近寄って中から出したは一筆さんが若い自分に自慢で刺した長ドスをたもとに組んでばあさんがじいさんこれかと差し出すやつ中がやつかんで一筆がばあさん必ず笑ってくれるなよ二度とドスだけ持つまいと仏に誓った一筆だけどやつらはやっぱりヤクザで終わる磨けへど磨けへど字が鉄なあれば時々意地がねえの錆が出る行ってくるぞと一筆が曲がった腰に鞭打ってところ京都は白川の会津虎徹の玄関先真っ暗ごめんと乗り込みはまたのご縁とお預かりお粗末でしたまずこれこんなとこ
やぐら大鼓はどこで鳴る。五条三逆空で鳴る。出世の締め込みバレンツキ十郎廟へ上がったら武士が戦場も同じこと勝つも負けるも力と技よ裸芸者と言うけれどこれも三国の花の数四千七町八百八町広いお江戸のその中で暮らす力士は数あれど下に六代目の横綱で大野松の緑の助青年時代の遺跡を不便ながらが引退しましたから現在現役のお相撲さんで一番背の高いのは高見山だそうですが昔はもっともっと大きな相撲取りがおりまして相撲の好きなお客様でしたらよくご存知と思うんですが日本に相撲というものができて一番背の高い人は享保年間の小結びで釈迦岳という人がいる。釈迦岳名前がホラエモンって嘘みたいな名前本当におった人だ。この人が相撲取りでは一番背が高い。ある時豆腐を買いに行ったらまだ豆腐屋が閉まってた。開けてくだせ豆腐屋さん。表の戸を叩いたつもりがあんまり背が高すぎて2階の雨戸を叩いた。豆腐屋のおじさんびっくりして誰じゃこんなとこ石ぶつけんのは。近所の子供が石でもぶつけたんかなと思ってどこの子じゃそんな悪いことすんのは。言いながら豆腐屋のおじさん表の戸をガラッと開けてポイッと飛んで出たらデボチンのとこへ生温かいもんがぺっちゃんと当たった。何かいなと思ってひょっと見たら釈迦岳のこれはっきり言えんけど まあとにかくそれだけ背が高かったそうですが能登の七尾と言いますから現在の石川県能登半島の七尾というところここに漁師のせがれで名前が長吉と言って年が17歳生まれついての親孝行で別に不足はないんですがどういうわけかこの長吉が生まれついての大飯ぐらい大飯ぐらいといってもこれはもうこいつの大飯ぐらいは度が過ぎてる。朝が一升昼が一升晩が一升寝がけに一升夜中に起きてまた一升一日五升飯食う。これには二親がびっくりして長吉やお前のように大飯を食われたらとてもじゃないがやってはいけん米代稼ぐのにお父さんは追いつかんいいことを教えてやる。それだけ飯が食いたければお前江戸行って相撲取りになれ。相撲取りになりゃいくらでも飯は食える。相撲取りと言うてももう末は天下の横綱を目指して入門する者が多いんじゃが十両にもならず辞めていく人が多い。幕内にまでなれとは言わんがせめて十両取りになって弟子の二人でも連れて歩けるようになったらこの七尾から親戚一同がお前の相撲を見に行ってやる。江戸行って相撲取りになれ。お父っつぁん、相撲になったら飯が食えるかい。相撲取りになりゃ飯は食えるぞ。飯が食えるんなら相撲取りになろうかっていい加減なやつがあるもんだ。飯が食えるから相撲取りになると軽い気持ちで相撲になったこの長吉が後になると六代目横綱大野松緑之助と出世をするということは二親はもちろん長吉本人も知らなかった。知ってんのは私だけ。
二親に別れを告げて出てきたのが江戸表。その当時西の関脇で竹熊文右衛門の弟子になった。ところが皆さんもよくご存知のように、何の修行がつらいと言っても相撲の修行ほどつらいものはない。寒い時でももう着物一枚で細紐締めて足袋も履かずに素足に草履履き、吹き焼き掃除洗濯使い走りに飯炊きから公約伸ばし、庵弟子から親方のあんま、その間を見て相撲の稽古をするから一つも体を休める間がない。いくらでも腹が減る。国におる時は一日五升で済んだやつが相撲取りになって七升食い出した。親方は男ですからそんなことは気がつきませんけど、家の所帯はおかみさん。ねえお前さん、どうした。能登の七尾から来てる長吉、あんなやつ暇出しなさいよ。たくさん弟子も来たけどあんな大飯ぐらい見たことがない。一日七升も飯食べる。あんなやつがおったらうちにあんたいくらお金があっても足りませんよ。親方暇出しなさいよ。嫁さんが婿さんのケツをいらった。昔から言う通り、面取りがケツをつついて音取りが時を告げるちことが、あら今も昔も同じで、家の中で一番偉いのは奥さん。嫁さんにケツをいらわれて竹熊が、そうか、お前がそう言うなら暇出そう。長吉、長吉、親方お呼びで。そこへ座れ。己は一日七升も飯食うそうなな。お前らみたいなやつは置いといたらいくらあっても銭は足らんわい。暇やったから出ていけ。親方そんなこと言わねえでください。暇出されたって俺は恥ずかしくて国に行けることはできねえ。お願いだから置いてくだせえな。七升飯食って悪けりゃ腹が減るのを我慢して今日から六升にする。あんまり変わらんがな。文句言わんと出ていかんかい。そんなこと言わねえで。うるさいわい。これがせめての涙金じゃ、持って行けよと竹熊が狙って投げたわけではないが、一両小判を長吉にぶつけたやつが漫が悪い。眉間に当たって血が流れた。親からもらった大事な体傷つけられて長吉が己と腹は立ったけど、たとえ短い間でも師匠と呼んだお方なら手向かいはできない。わずかな荷物を風呂敷に包んで、それじゃあ親方、おら恥ずかしいが今から国に帰ります。今度巡業で七尾の方に来るようなことがあったら汚ねえうちだが寄ってくだせ。渋いお茶の一杯でも差し上げます。大きにお世話になりましたと糸間を告げて表に出た。歩きながらも長吉は今さら国は帰られずと言って弟子にもしてもらえない。どうしたなればよかろうと力がつなくとぼとぼと川崎塾まで帰ってきたら、右も左も皆宿屋、宿屋の名前を見るなれば角が角屋で二軒目が伝屋、貝を釣り込む恵比寿屋で、いつもニコニコ大黒屋妙と喧嘩をするがやで、そこで親父が腹立ち花や鷹の頭を張りまやで、後が痛みやできもんや、残るところが公約やって、そんな宿やないけど、ずらり並んだ宿屋をばじっと眺めて長吉が、そうじゃわしゃもう国へは帰れんのじゃった。幸い親方にもろうた金が一両ある。この金でどっかの宿へ泊まって一両分だけ飯食べて、夜が明けたらどっかの川へ飛び込んで死んじゃろ。横を見ると立花屋という宿屋がある。のれんめくって中へ入る。女中の案内で2階の部屋。姉ちゃんすまんけどちょっと頼みがあるんじゃが、ここへ一両あるんでどれだけ炊けるか知らんけど一両分だけ飯炊いて食わしてもらえんか。わしゃ生まれて今日まで腹いっぱい食べたことないんで、おかずは漬物と目出しで結構、とにかく一両分だけ飯食わして。女中がびっくりした。皆さんもご存知の通り、現在はお金に値打ちがのうて物が高い。ところが昔はお金に値打ちがあって物が安かった。その当時一両あったら米俵が3俵かえてまだ釣りがある。三文あったら下駄が二足かえた。二足三文ってこれはどうかわからない。
女中がちょっとお待ち願います。下へ降りてきてじっと考えて、まああんなこと言うてるけど相撲取りの弟子やから普通の人よりは飯はたくさん食うやろ。なんぼたくさん食べる言うても人間の体は限度が、上から下まで飯で詰めたとこで知れてる。目の前にたくさん見せてやったら胸が疲れて食えんじゃろ。いっぺんびっくりするほど飯見せてやろうって。この女中もまた根性が悪い。宿屋ですから他のお客さんにも出すようにこんな大きなおひつの中にまとめて三畳五合飯炊いておいてある。これ持って行って見せたったらびっくりして胸が疲れて食えんじゃろ。女中三人がかりで大きなおひつ三畳五合の飯長吉の部屋へ運んできて、お客さんこれだけあったら足りますかってダイッと置いた。三畳五合の飯をじっと見た長吉が思わず涙をポロッとこぼして、これがこの世の食い納めか。こんなもんのために川へ飛び込んで死なにゃいかんとは。覚えとれよ飯のガキ、今日という今日はもう腹の皮の破れるほど食ってしもたろ。今の時間で30分ほどの間に三畳五合をペロッと言ってしもた。おひつの底にご飯粒がひっついてんのがもったいないっておひつの中へお茶入れてしゃもじでかき回してあと飲んでる。こいつ姉さんすまんけどおかわりって。女中びっくりした。ちょっとお待ち願います。下へ降りて主の立花屋の左兵衛に話をしたら、聞いた左兵衛が、ほう長生きゃしたいもんじゃな。わしは今年が73で35年宿屋しとんじゃが、三畳五合飯食っておかわりちゅうた客初めてじゃな。何飯見て涙こぼしてた。ああこれもまた珍しいな。昔から泣き酒というのあるが泣き飯っていうのは聞いたことない。何か事情があるのだろう一夜の縁とは言いながら、止めりゃ宿や止まれば宿子、子供の心配聞いてやるのは親の義務、二階へ上がる立花屋が失礼ながらお客さん何か事情があるのなら貸してください、このわしによければ力になりましょう。言われた時に長吉が、はい必ず笑ってくださるな、わけはこうこうこういうわけ。長吉さんとかおっしゃったな、やっぱりあんたは田舎の人じゃ、大飯食いじゃと掘り出されたというけれど、竹熊ばかりが力士じゃない、わしのひいきの力士もおるで、そこへ頼んで弟子にしよう。へっそれじゃあご亭主、初めて会うた見ず知らずの私にそんな親切にしてくださるのか。何を言うのじゃ長吉さんへ、見ず知らいでも世は情け、お金持ちでも小人気でも生まれてくるときゃ丸裸、人という字は持つもたれ強、世のことわざにあるではないか、愛は背に住むとりゃ木の枝に、人は情けの、袖に住む。任してください、長吉さん。ありがとうございます。捨てる神あれば助ける仏、地獄で仏はこのことじゃ。その話聞いて安心したのか、また腹減った。よう食べるな、あんた。とにかく今夜はおやすみなさい、万事の話は明日のこと、その晩ぼろりと横になる、夜が明けるなら立花屋が女中に言いつけ、呼んできましたかごに町かご屋さんへ、すまんけど
江戸深川まんがでとしかご坂手はたんまり弾むから急いでおくれよかご屋さんと言われてかご屋が合併承知相棒行こうか夫北さんがのどおこおいしょと肩が揃えば腰と腰腰が揃えば足と足足が揃えば掛け声で川崎あとに二丁のかあのが飛んでゆくのおが江戸の町ついたところが深川のその頃東の関脇で錣山喜平次の家の表に二丁の籠がついたよこれはまあどなたかと思ったら立花屋の親父さんじゃごんせんかい今日はまたこの錣山になんぞご用事でいや関取他じゃないが今日はお前に一つ無理を頼みにやってきたんじゃここにおるのが能登の七尾の長吉さんといってわけはこうこうこういうわけ話を聞いては捨ててはおけん生まれついてのおせっかい焼きでなうん胸を叩いて連れてきたんじゃがどうじゃろ一つお前の弟子にしてやってもらえんかないやいや一日七升飯食べるんじゃがなまあいくら飯を食べてもそんなことは心配するな長吉さんが食べる米だけはわしが毎月川崎から運んでくる一つ米付きで弟子にしてやってもらえんかな親方バカなことを言わんすないこの錣山喜平次が弟子を取るのに米付きで弟子をもろうたと言われちゃ友達ゆえやひいきの旦那に聞かれてもみっともない話しかしながら西の関脇竹熊殿が大飯食いじゃと掘り出したそうだがわしゃちょっと腑に落ちんな相撲取りというものは他の商売と違うて力仕事じゃ飲めば飲み力食えば食い力大飯食やそれだけ力が増えるんだなんぼなと食べたらえわい飯を食うからといってビクビクするようなこっちゃ天下の関脇とは言われんわい長吉さんとやらいくらでも食べなさい何ぼ大飯食うと言うても一月にものの30俵もあったら足るじゃろうって大きなこと言うなよそれでは頼むと立花屋が頼んでおいて川崎へ帰る後へ残って長吉が早く出世をしなければ立花屋の親父さんに受けたご恩が返されない精進決裁日の出るようなもう稽古親方一応お願いしますよ遠慮ないからどんどこいぶつかってこい長吉そこはそじゃないここはこう相手がこうくりゃあの手で返せあの手で来られりゃこの手で行けと四十八手の裏表一生懸命教え込む昔の人は良いこと言うたなせばなるなさねばならぬ何事もならぬは己がなさぬなり人の一心恐ろしいものよ弟子に入って二年目に見事に重量と出世をするつけた名前が小緑というそれから一年地方の巡業相撲社会に足を入れ三年たった竹春はあっぱれ入幕果たします完成二年の夏場所深川富岡八幡境内角場で晴天十日の大相撲若手の売り出し小緑長吉八九のような勢いで
初日、二日、三日、四日と連勝し、五日、六日も勝ちっぱなし、いよ何日目の取り組みが、飯の敵の竹熊だと。聞いて喜ぶ長吉が、そうか。明日はいよいよ竹熊か。覚えとるよ。昔から食べ物の敵と色気の敵は七代たたるつ。明日の一番負けられない。戻ってきました、師匠の部屋。おう、長吉さん、立花屋じゃ。今川崎から着いたとこ、明日の相手は竹熊じゃ。そな必ず負けてくれるなよ。お前が明日負けたなら、長い三年その間力を入れた甲斐がない。負けてくれるな小緑と言えば、長吉にこり笑い。心配なさんな親方へ。他の力士が相手なら、勝つか負けるか自信はないが、あの竹熊が相手なら、土俵の上でこの俺がよいしょ。北さと立ち上がったら、あっという間に竹熊を、頭が下で足が上で、名古屋の名物シャチホコ投げて。何を見たんだよ。とにかく明日は頑張れよ。親方、お先へお休みなさい。自分の部屋へ下がったが、松間ほど泣く夜が明ける。五条三尺矢倉の上、ドドンと鳴り出す一番太鼓。矢倉太鼓というものは、いやみやたらに叩いているのじゃありません。それ相当の理由がある。一つ打つのは一は万物始まりで、二つ打つのが阿吽の虹、三つ打つのが天地人、四つ打つのが四天王で、五つ打つのが御用の太鼓、六つ打つのが六方世界、七つ打つのは南妙法蓮華経、七時の題目かたどったり、八つ八家で九つくよ、とで十回乱れ打ち。ドドンガドンガドンガドドンガドンと来い、ドドンガドドンガドドンガドンと来い、二三日天気天気金持って飛んで来い、金なしゃ嫌だおたふく来い来い、ドドンガドンドンとなりだした。暗い家から見物が、どこで聞いたか調べたのか、なんと兄弟今日の竹熊小緑の、あの一番の取り組みは飯の恨みがあるそうな。この一番を見なければ男と生まれた甲斐がない。金がなければ七八置いて、可愛い娘を奉公に出しても見に行かなけりゃ先祖の位牌に申し訳が空いたたんと、暗いうちから相撲小屋は弁当持ちにいて、お砂お砂の人の山、お砂い少ない、後から来て先行くとは厚かましい、お砂と言うたらお砂じゃねえ、そんなに押したら背中の握り飯は潰れて、目ぼしゃ裸で風邪をひく。大入り満員札止めの相撲番数取り進む、何の山には何の川、何の里には何の花、何が峰には何が岳、鍋の蓋には桶の底って、そんなそうだろう。負けるもあれば勝つもある、あるいは引き分け痛み分け、
いよいよこれより三役ですと、触れが回れば呼び出しが土俵の上へと飛び上がって、西と東を呼び上げれば名乗り上げられ、東西から肩で風切る料理騎士が土俵の上へと姿を見せる。行事式盛り与太夫が一二政府軍配片手割って入った土俵の真ん中、長吉心で思うよ己竹熊文右衛門、大飯食いじゃと掘り出して眉間割られたそのお礼に、今日は一番土俵の砂を嫌というほど食わしてやるで、遠慮さらさう食らうがよいとじりりと仕切りをつけるなら、こちら竹熊文右衛門、元をただせえば俺の弟子、こんな野郎に負けたなら引きの旦那に顔向けできん、何が何でも勝たねばならんと、すごい眼でじりりと仕切る。つく息ひく息あうんの呼吸がぴったり合った、はっけよいやと軍配帰った。よいしょ、北朝のどこいしょと土俵の真中で料理騎士火花を散らしてがっちり踏んだところで、ちょうど時間となりました。